タイムは1分12秒82及びません。12秒82はだいたい10位ぐらいのタイムですか。現在走行はデッカイ3番綾英二選手、染太郎染之助の染太郎の方ですね。ハイドンの染太郎式現在の小林選手1本目1分13秒20ですけども、気温が上がってますのでタイムが増やしていきます。3番手が絶景22番1分11分79山田選手、この3人が上位を決めてます。現在走行は絶景28番ジルナ・タカシを決めてます。ジルナ・タカシボールに入ります。今投資ライバル一人現地師匠は早く全てだと1分08秒85です。
がボールパンに入ります。カラーリングの船です。さあ、誰が入りますか。17.19 が出ました。さあ、後半にだんだん速い選手が出てきますよ。現在の方はトラックに乗ってきました。スタートクリック島選手、これポコペですね。29番のクラブタイプになってますが、ライバルはいなくて、師匠は遠藤選手と小林選手、あ、ネジ駅プラスティの小林選手とあれですね、古文ですね、この方は。さあ、4番の島選手、タッチの変化すると後で小林選手たちに殺されます。さあ、見た、出た。さあ、どうだ、1分0数秒だな。11秒50入賞圏外です。1本目はレッドダウン出てましたが、タッチがあったようですね。今回手形が走れば優勝できる。1分13秒75でした。田辺選手1分13秒75で終えました。現在走行は EP カーボンになります。あれ、次は EP カーボン。1分14秒75でした。現在走行は1分19秒です。次は EP カーボン。新型シアレッツ、ハリブルサヤマ、シアレッツ、チームサヤマです。
が残ってます。タイムは前線84番1分10秒32平井選手です。2番手が前線76番吉田選手の1分12秒取れてます。タイム発表します。1分08秒76。惜しくも2位ですが、男性陣と1分08秒76。青木健人選手が2番手となります。ただ、佐藤陣まだ約1秒離れている。2本目は最初に近いところです。現在トップはラリーストの吉田選手の1分07秒82。2番手青木健人選手1分08秒76。3番手は1分09秒51早川選手ですね。現在走行しておりますのが106番吉田瞳選手、チャンピオン無縁からして頑張ってほしい。川原選手がゴールします。もう持ってた。よーし、よし、決まってる。はい、ゴール。隠し門ですね。タイムは1分16秒69。タイムは伸びない。さあ、現在走行。今日本日 A2 の唯一の女性ドライバー、青木幸子選手、個人差リミット1ポイント、1ポイント。前日の全日本では、レジックラス、2のトップ。出るか。女性のエンジンにかけてもタイム出したい。94番のゴール前スピンですね。タイムは1分24秒43で終わりました。現在走行は95番石田真選手、1本目エースのトップタイムですね。お、タッチがあったんですよ、石田選手。これは苦しい展開だ。タッチがあったので、小原氏、もしタッチが成立すると、チーム賞が上がってなる。これは面白い展開、チーム賞が面白い展開になります。さあ、リースト吉田選手、どこかタイムコーチするか。今度は負けないように頑張ります。あ、早い。遅い。ただいまいる選手、1分14秒78です。現在のところトップ。
だったようです。さあ、ルーズは現在走行してますのが柴田真由選手、ルーズアライカーレット、松浦選手のトップタイムです。1分11秒08危うくタッチするところだったんですけども、タッチがセーフになりましたので、首皮1枚で今のところトップ。さあ、最後の吉田選手、これはタイムを出さないと苦しい、差が約1秒43あります。バルケン71、新潟県からのエントリーです。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 先ほど38秒台の中間タイムでしたけれども、約 0.7 秒ほど遅れています。柳原選手、38秒82で、中間地点を通過です。この辺非常によく陣を立てるところですが、最後もおそらく丁寧に回っていくと思います。タイムはちょっと遅れています。中間地点で 0.7 秒遅れ、後半どこまでタイムを縮めるのか予定されます。したいところですが、タイムは1分9秒02、1分9秒02で、2回目タイムアップはできませんでした。続いてスタートしましたのはゼッケン121番酒井博選手です。社名モーターエイジ EP71、コックピット府中 MSC 所属。1回目は、日本パイロンペナルティがありまして1分20秒56。あ、ここでうまく回ってここから立ち上がっていきますが、
中間地点38秒41、38秒41です。まずまず狙いますが、もうちょっと欲しかったところですね、タイムが。あ、だいぶアウト側を膨らみます。カエツスポーツランプの独特の、砂のあるところにちょっと乗ってしまったようですが、目指すは小林克司選手が1回目に出した1分8秒51のタイムです。接近121番坂井選手ゴールです。タイムが1分13秒14 1分13秒14です。続いてスタートしましたのが、ゼッケン118番鈴木薫選手ですね。ウィンスポーツ白熊シティ、白熊ファミリー所属、埼玉県からのエントリーです。1本目はやはりパイロンペナルティーがありまして、1分14秒28ペナルティーがなければ、1分9秒台、なかなかのタイムをマークしております。2回目注目したいところです。中間地点38秒35で通過してきました。まずまずのタイムですね。できれば38秒を切る、タイムで中間地点を通過したいところですけれども、やや前半で遅れていますか。トップタイムは1分8秒51、37秒で中間地点を通過したいところです。約 0.4 秒ほど遅れて、中間地点を通過してきました、鈴木選手です。ゴールに事故のタイムを、若干上回りましたが、順位は変わりません。伊豆倉選手現在のところ第2位です。そしてシード1クラス、あと残る2名注目してください。先日行われました全日本選手権 A1 クラスの第3位です。武田俊夫選手、小山スピードスタイルシティ、バンディット所属。1本目のタイムが1分9秒49で第3位につけております。逆転は十分に可能と思われますが、2回目どのようにまとめてくれるでしょうか。中間地点は38秒を切るタイムを期待したいところですが、37秒74で通過していきます。このままでいけば8秒台は出そうです。トップは小林選手の1分8秒51。追いつくことができるでしょうか。アクセルを精一杯踏んでいると思います。綺麗に回っています。あとはちょっとここで立ち上がりで、うまく乗せスピードに乗せられませんでしたか。さてゴールに入ります。1分9秒75です。そして続いてスタートしましたのは、1本目第2位のタイムを出しましたゼッケン122番伊豆倉誠司選手です。社名 BS タイヤサービス岡野 EP、TMAC からの、所属です。1本目は1分9秒27で、第2位でした。現在のところも、手元の中継では第2位です。中間地点やはり38秒56で通過です。38秒56、ほとんど同タイムで通過していきます。この中間タイムですと1分9秒台のタイムが、予想されますけれども、目指すは1分8秒51です。1本目に小林選手が出した1分8秒51がこのクラスの現在のところトップタイムとなっています。伊豆倉選手現在のところ第2位ですね。伊豆倉選手ゴールに入ります。タイムがゴールです。タイムが1分11秒08でした。続いてスタートしましたのが絶景120番小林克司選手、加盟トランプリオプラスティーで1位1位上級からのエントリーです。23歳 TM ポコ選手の所属です。中間地点37秒92、37秒92です。中間地点これまでのベストタイムで通過していきます。小林選手今年チャンピオンシリーズで4位が、2回、5位か1回ぐらいあると思います。まだ2位になりませんが、なかなかのテクニックを持っていますが、今日は何秒ぐらいで、ゴールするでしょうか。
これまでのベストタイムは1分11秒の柳原選手ですが、武田選手遅れました。手元計時で第3位ですね。手元の集計では第3位です。武田選手、本日ちょっと、実力を発揮できなかったようです。そしてシードワンクラスの最終ドライバーです。注目してください。100馬力シティで全日本、88年度全日本チャンピオン斉藤邦夫選手です。KSC サデンザタヤバ GA2、KSC 所属。1本目のタイムは1分9秒75で、第4位につけております。中間地点は37秒57は、シードワンクラスのこれまでのベストタイムで中間地点を通過しております。100馬力シティ、非常に、高速でのスピードの乗りが良いと言われます。非常に速いスピードで、高速区間を終えて最後のテクニカル区間に入ります。レース場も巧みに使いこなします。斉藤選手、さてゴールに向かいますが、1分8秒51を上回ることはできるでしょうか。逆転です。1分07秒96、1分07秒96、斉藤邦夫選手、全日本チャンピオンの、素晴らしい走りを見せてくれました。指になんとか、挽回できたんで、とても良かったと思います。どうもすみません、ありがとうございます。はい、おーっと続いてスタートしましたのは、滝沢正道選手です。リジット STP ポテンザ MR2、 RG 小柄市からの、所属です。東京都からのエントリー。1本目は1分10秒16、ちょっと不本意なタイムに終わっております。今日は坪坂選手の車を借りてのダブルエントリーです。いつもの豪快な走りはやや、一応、オーナーのこともありまして抑えているようですが、2本目はこの抑えきれるでしょうか。注目したいところです。中間地点38秒19で中間地点を通過していきます。滝沢選手、1本目は1分10秒16でした。2秒ほどタイムアップしないと本日のシード2クラスの入賞は難しいところです。ああ、綺麗に入っていきます。うまい進入方法でまとめて、さてこっから入ります。滝沢選手、そして、シード2クラスのドライバーも、残されたドライバーがあと5名です。いよいよ、トップシードに入ります。まずスタートしましたのは、奥さんが抜群の成績を残しております青木豊選手です。1本目はミスコース。社名リジットチームワンポイント MR2、チームワンポイント所属、東京都からのエントリーです。ちょっとフロントが逃げましたが、うまくリカバリーして、立ち上がっていきます。中間地点38秒01、38秒01、まずまずのタイムですね。先ほど走りました、松島選手とほとんど同タイムで中間地点を通過。松島選手は1分10秒、後半のタイムに終わっておりますが、青木選手、後半どのようにタイムを詰めてくるでしょうか。1分8秒前半を出さないと、本日の上位入賞は難しいところです。サイドブレーキ2回ですね。そしてゴールに向かいます。タイムが1分9秒02、ちょっと上位入賞は難しいところです。しかし奥さんが1位か2位か、だいぶいいところに今日もつけております。続いてスタートしましたドライバー注目してください。坪坂浩二選手です。モーターエイジ AW11 R ステイ、ウエスト所属、東京都からのエントリー。1本目のタイムが1分8秒80、このタイムは1本目で第6位につけておりますが、2回目タイムアップは十分予想されます。細かいところでちょっと、失敗ですね。ちょっとタイムロスだったようです。中間地点37秒45、中間地点37秒45で通過しております。いよいよ中間地点38秒を切るタイムで通過しております。1本目は1分8秒80で第6位につけております。坪坂選手、
滝沢選手が1分9秒37で、ダブルエントリーをするまでタイムを出しています。あっと、バイオンタッチが下げてしまった。ここは話をしておきました。ゴールしましたタイムが1分10秒77。1分10秒77ですけれども、パイロンペナルティがある模様です。コースを走行しておりますのは、ゼッケン132番、関根和弘選手です。社名、関根自動車、白熊 CRX、埼玉県からのエントリー、25歳、スズキクラブが白熊ファミリーです。中間地点は38秒です。中間地点38秒の分を出してきました。この辺非常に横地のかかる今日のコースです。高速からのブレーキングをまとめて、ゴールに向かいます。1分11秒8人、トップ、小林選手ですね。スピードクラスはおそらくは7秒台は確実、6秒台に入るかもしれない、なので、調子が行われると思います。関係127番、豊田選手ゴールしました。タイムが1分11秒72です。コース上、注目してください。ゼッケン128番、岩橋吉高選手です。キャリーブーン狭山シリック、東京都からのエントリー、25歳、チーム狭山所属、今年の、チャンピオンシリーズ、シリーズ第7位です。めぼしい成績としては、チームワンポイントの第1戦で、堀内選手と同タイムで、成績が上がったところです。安定して車を走らせます。ゴールに向かいまして1分6秒90です。ベタイムの更新です。堀内選手1本目のタイムをさらに詰めて1分6秒90、素晴らしい走りを見せてくれました堀内選手です。さてあと2人のドライバーを残すのみとなりましたシード2クラス。まずコースを華麗に走っておりますのが遠藤武史選手、本年度全日本選手権 A2 クラス第2位、チャンピオンシリーズ C 地区第3位のドライバーです。社名プラスティン、プラスティンアドバン奥山クスコ MR2、 EM 徒歩で所属。1本目のタイムは1分8秒03、1本目で第3位につけております。中間地点非常に速いです。36秒45、堀内選手よりも 0.4 秒ほど速いタイムで、中間地点を通過、十分逆転の可能性を秘めております。あ、綺麗に抜けていきます。堀内選手が出した1分6秒90も圧倒的なタイムでしたが、それよりも速いタイムで中間地点を通過。あ、ここまでまとめています。おそらくタイムの逆転がなるです。なりません。あった模様です。久保坂選手残念ながらパイロンタッチがあった模様です。しかし1本目のタイムが生きておりますので、6位7位ぐらいの、順位でしょうか。あ、見事な、360度ターンを見せて、コースを走行しておりますのは注目してください。全日本選手権本年度第4位堀内武彦選手です。ポテンザオートロック小林 AS RG 小林所属、東京、群馬県、地元群馬県からのエントリーです。1本目は1分7秒19でこのシード2クラスの、1本目トップに立っております。中間地点、あー早いです。36秒96、36秒台のタイムで中間地点を通過。十分タイムアップは期待できます。1本目1分7秒19、現在のところトップに立っております。44歳とは思えぬ走りを見せます。1本目はベストタイムを出しながら、少しもう枯れてきたような走りだと、同僚から言われておりましたが、2本目、あ、なかなかいいタイムが期待できます。1分6秒90、1分6秒90です。遠藤選手
100分の5秒届かず、1分6秒95は第2位です。そして注目しましょう。最終ゼッケンとなります。全日本選手権4年連続チャンピオン森田克也選手、コデンザシルエット、ダッカムマーツ、シルエット所属、東京都からのエントリー。1本目は気合が思いっきりは入りませんでしたが、1分7秒22、一応は2位につけておりますが、実力はそんなものではありません。中間地点遠藤選手36秒5ぐらいで通過してきましたが、森田選手が36秒00で通過です。圧倒的に速いタイムで通過、中間地点を通過。その全日本 V4 のテクニックを見せていただきましょう。今年 1.5 秒差、第2位の遠藤選手に 1.5 秒差の差をつけた、そのテクニックはどこにあるのでしょうか。この辺は、豪快なスライドが最近避けて小さく回ります。微妙な4輪のスライドでゴールに向かってタイムが1分6秒21。やはり逆転を最後に、見せてくれました。1分6秒21。ゼッケン141番、全日本4年連続チャンピオンの森田選手、本日のシード2クラス最終ゼッケン逆転で優勝の模様です。今日の試合は非常に厳しくて、この間の全日本より3倍も4倍も辛い思いで、やっとここに滑り上がってきました。皆さんの熱い応援のメールだと思ったので、皆さんどうもご苦労様でした。ありがとうございました。また来年もちょっと遊んでください。お願いいたします。年寄りは早い。